こんにちは。福岡からお伝えします。今日未明、福岡市の早良中学校で理科室の机などを焼く火事がありました。出火当時、校舎は施錠されていて怪我人はおらず、警察と消防が出火原因を調べています。警察によりますと、午前1時45分ごろ、福岡市早良区内野の福岡市立早良中学校で警報が鳴っていて焦げ臭い匂いがすると消防に通報がありました。火が出たのは校舎2階にある理科室で、長テーブルの机1台などを焼いて、およそ45分後に消し止められました。この火事によるけが人はいません。出火当時、校舎は施錠されていて外部からの侵入の形跡はないということです。警察と消防は学校関係者から事情を聞くとともに、今日昼前から実況見分を行って詳しい出火原因を調べています。